あの光に誰かに協力。だよ、女同士だし。そういう問題じゃない。ナオミ。もらっちゃった。ナオミのキス。人の唇って柔らかいんだね。びっくりだね。あ、シェイコ、泣いてるの。どうしよう、ナオミ。私…成功も…成功成功ナオミ…サトシ…もう…すまない。ユカを探しに行ってたんだ。そっか…いや…さっきまで通路…ユカがいるはずの別館に…別館…ああ…やはり…さっき俺…なんとか別空間の校舎に移動する手を見つけないと…そうね…ってお前…なんで保健室の外…さっき、ここでね、黒い、だから…本当か？うん。ああ。ナオミ。聖子の…聖子、私に…ナオミ、あまり悪い方に…
また光が移動しているな。ええ、わかった。ナオミ、今だ。オッケー。うまくいったな、俺。うん。そうか。頑張ろう。あ。それに何か、真っ暗だ。ええ、あった。な、あ、あれ、どうした？うわ、なんだろう、既視感。君が悪いな。君が悪い。どうしてこんな私たちみたいに。なるほど。でも、天神小学校校長柳堀高峰に寵愛されていたその息子義和、校内では教師として教鞭を振るい、生来快活な性質であったが、突然発症した原因不明の脳障害から少しずつ自我を失い始める。わかりやすく表現するなら、その症状は精神の子供帰りと、亡き母親から授業中に突然号泣、事件の起こる数ヶ月前自ら言葉を発し、児童4名連続誘拐殺害犯、誘拐から殺害に至るまでの具体的な経緯が語られ、私は犯人逮捕時に寸出のところで救出された女子児童、篠崎幸子さん、新聞を賑わせた犯人逮捕時、現場で同い年の子供たちが心の闇を掘り起こすよ。計算すれば、すでに成人して10年以上も経っているはず。犯行時のリアルな証言。篠崎。そうか。でもなんか、まあ、とりあえず、お前、ガキかよ。やべえな。
なんだこりゃ。なんだ？苦しい。ち？大丈夫かよ？また鼻血か。篠崎。なあ。レイ。風邪ひいちまうから俺が調べよう。あなた、いいか、そん時は。水圧ちょ、おい。落ち着いたか。呼ばれて気がついたら、くそ、やっぱなんか、え、シャワーの水
ああ口の…ふざけ篠崎雨程度じゃ口は…よし後でど…どうだ？そうか。あ、篠崎。私も。そうだ、いい。何か…なのか。床の下潰れた
そんなとこにあ、とって、森重、いやー岸沼。ん、ああちょっとな、別館の方にいたんだけど気がついたら、なあ、あと、本当か。うん、森重、それあ、見つけたんだけど何かの間違い。じゃあ、じゃあね。そうだ、お、だ、鈴本の近くの床、返してあげるべき体の部分がこれじゃ足りてない。菅野、ゆきちゃん、返してあげる。これ、あなたのものでしょ。すげえ、やったな篠崎、これで3人か。あと1人、赤い服の、おい、やー、幽霊と喋ってるとどんどん自分が死に近づいていく感覚がする。わかる？だんだん自分の死に顔が頭の中にはっきりと浮かんでくるの。すごく嫌なイメージ。帰りたい、帰りたいよ、お母さん、もう自宅。わかった、次俺がやるからよ。だからしっかり、お、おい、あ、また地震か。まだ これでかいぞ。篠崎、うん、見てみろよ、ま、嘘、マジだよ、本当だってことは
さあ！サトシや。8時を過ぎて待つ。これ、さっきまでのは、どこで？どうした篠崎！なんだこれ。まだ終わっ。お前は。私はお母さんと喧嘩をしてしまいました。あ、お母さんと顔を合わせるのが嫌で、学校の後私は家へ帰らずにぼーっと渡り廊下にしゃがんで雨を眺めていました。そうしたら私の隣に吉風先生が座って、と私の話を聞いてくれたのです。先生、言葉を話せない病気だったけれど、心は優しい人だったから、私は好きでした。けれど…お兄さん、お姉さん、ごめんなさい。あなたは、カンノ。さっきは、ありがとうございます。殺された私たちを、成仏させようとしてくれて。結局、成仏はできたのか？いいえ、できてません。あなたたちから言葉を奪った、あなたたちにひどいことをした犯人には懺悔させたけど、やっぱり許せない。私たちの成仏に許す許さないというそれぞれの意思は関係ないんです。懺悔とは犯人と被害者との間に存在して、それ単体で私たち被害者の霊を動かすものです。私たちが天神小学校を異空間に閉じ込めている霊場の断片だから、私たちを動かすという方法は、だけど足りていないんです。犯人の懺悔が、あいつの文化人形が喋った言葉では足りないってこと？あれは、で、なんだよ。なんだって無関係の人間を何人も何人も閉じ込めてるんだ。俺たちをあそこに呼び寄せたのは、お前ら子供の幽霊たちだろ！それは、違います。だと？私たちは、異空間をつなぎ止める歯車に過ぎなくて。お前。待って！もう少し聞こう。お姉さんたちだけでも、無事
なんで急に俺たちを気遣うような言い方すんだよ。私のお姉ちゃんに聞いたことがある。強い未練を残したまま暴力的に命を搾取された霊魂は普通の人で言うところの錯乱に近い状態でとどまってしまうって。いろんな感情や思いがごちゃ混ぜになってしまっているから、本来の優しい心と聖者への妬みや敵意の気持ちとコントロールできずに。お前の姉さんって、うん、どっちもこいつの本音。だったら持田くんや、ねえ、できるんでしょ。もうどうして。あの空間はたくさんの、あそこで死んだ人たちの行き場をなくしたわずかに残った理性を、私だって生きている人を。あなたも、だったら何か一つだけ。お兄さんも知っている方、私たち天神小学校みんなを成仏させてくれれば、そうすればもしかしたら。あそこへ。それに、どうしてさっき。それは思い出したくないんです。どうしても知りたいのなら。しろぎ、いった。どうなったの。気絶したはずな、真っ暗だし。なんか、犯行現場で幸子の家族驚いたことに、当時の書類や惨劇の舞台となったそのスキャンダラスな、この小さな製造、誰も。体は悲しい。部屋の光景が見える。私の他に顔に見覚えがある。みんな、あの犯人に殺された天神症の子。けど、だから。目隠しをされ、手足も縛られ、こうしていると耳が周りの子たち、何するのよ。ねえ、何度も叫んで、順番、人間の声とは思えない。それが、こんな残酷、なぜせめて早く。何十分、何度も、何度と間髪入れず、
つわりと胃から下にこ順番私の番じゃ髪の毛を捕まり同時に目隠しを取られると天神小学校の開校当初泣き殻が発見された時鑑識の調査の結果躊躇があったのか殺意を持って犯行に及んだことは公式発表では児童たちの実際にはもっとむごたらしい以下は現場で惨劇を目撃した幸子の手足を縛り順番に殺され一人は臓器は一人は目隠しを剥ぎ私の目の前に血まみれの大きな捕らえられて帰り地で正気のない母ケタケタと笑い出したハサミは不快な音を立てその錆びてボロボロになすっとそんなや一人はスープのように潰れたその後なぜか犯人を執筆している私児童3人が惨殺泣きじゃくる彼女の言い換えるなら彼を自宅の所在も家族構成もというよりはっきり言えばここからは仮説になる義和の犯行なのか児童たちを殺後期の義和は基本的にはおとなしくこれは彼を取り巻いていた親戚や付近突然このような強行に走る道理一方それまで健康であった義和柳堀校長が突然何かに取り憑かれたように何者かに怯えるようにこちらも相当そこに私は開校当初より天神小学この連続さらに遡るおぼろげながら廃校になって失われた展示、私の助手が、不可能が、詳しくは、